怪現象、つまりそれは無性に君に会いたくなるんだ。だからといって僕に君を口説く勇気もなく、ならばせめて二人が結ばれますようにと星に願おう。そして今夜も空を眺めて、ただただチャンスを伺っていく。優しい風が眠り誘う、その時星が流れた。願い事願い事、なんだっけなんだっけ、肝心な時にうまくいかない僕じゃ。流れてゆく流れてゆく星よ、ちょっと待って、ああよかった、思い出して、世界が平和でありますように。どうしていつもこうなっちゃうんだろう。